代わってはスウェーデンの選手です。クリストファー・ベルンソン24歳です。世界選手権はもう7回目の出場となりました。7年連続の出場です。まあ、あの北欧はですね、男子選手がねあまりいないんですよね。はい、そうですね。で、まあ、その中で彼はよく頑張ってます。はい、彼 の、 あのプログラムはねなかなかユニークで、その中にあの技術の高いものを入れてくるっていうプログラムをするんです。あ、これはバランス崩しましたね。トリプルアクセル、ステップからのトリプルフリップ、まあ、あのタイミングの、ね、2分50秒の中には最後のああいう動作まで完全に終わらないといけないことになってますからね、はい、時々最後が、ね、ちょっとはみ出てしまう、はい、そのためにもう減点されてしまうということもあるんですよね、はい、今回の彼は大丈夫でした。スウェーデンのクリストファー・ベルンソンです。ちょっと全体の動きに滑らかさがなかったですね、うん、やっぱり、まあ、プログラム構成の問題もありますけれど、本来の彼の良さのもうちょっと滑らかな動きっていうのがちょっと、それとやっぱりジャンプの飛ぶ前にねかなり神経質になってて待ってるっていうような動作が出てるんですね、はい、やっぱりこれはジャッジの方の評価のプラス3からマイナス3、0も含めて7段階で見ていくときに一つ一つの要素の部分でですね、やっぱりプラス要素っていうのが取りづらくなるっていうのは、ジャンプっていうのは飛ぶ前の動きから空中姿勢、まあ、踏み切り空中姿勢ランディング、それを全体の一つのものとして見ますんでね、そこでもう非常に良かったらプラス3っていうのが、でもまあ実際にはプラス3っていうのはなかなかありませんけどね、プラス2は取れるっていう、まあ、性格になってますからね。ところが彼の場合はジャンプについて言うとちょっと不安定な動きが多かった、うん、だからそういう面ではプラスを取りづらいという今日の出来ですね。この出来ですね、ギリギリでしたね、最初の3つの要素が全てジャンプ要素でした。あの
彼もあの前にヨーロッパ選手権でねショートプログラムで最終グループに入ったっていうような実績も持ってますんだけどね、まあ、その時は本人もびっくりしてましたけどね周りをね見てびっくりしてましたね、はい、でもね、力は持ってるんですよね、はい、ただやっぱり試合にうまくそれを出していくかっていうのは非常に難しいと思います。今周りがね全体がいろんなことをやるようになりましたしレベルが非常に高くなってますからただできただけでは上位に行くのが非常に難しいですね。彼のユニークなショートプログラム昨シーズンと同じものでしたけれども、はい、これも見納めかもしれないですねベルントソンさんの得点 The technical score, please. 来年はイエテボリでスウェーデンで世界選手権を行うんです。そうですね、彼はそこの出身です、はい、テクニカルエレメンツ 34.88 です。そしてワイフコンポーネンツつなぎの部分は6点台に乗せられませんでした、はい、他は6点台の評価となりました。やっぱりあの待ち構えてるとかですね、うん、そういうポーズのところがですね十分でないということですよね。ショートプログラムの得点は 66.09 でした。28番滑走のベルンツォ、ここまで滑った中での第3位でした。